メだ、絶対にダメだと私に伝えてくれました。誰にも依存せず自分の言葉を持ち、一人の人間として今声を上げている人たちはしたたかであり、何度だって立ち上がり声を上げ続けることができるのです。この一人一人が持っている力を誰にも止めることはできません。私たち一人一人の意思と行動によって民主主義は今ここで体現されているのです。私たちが自由であることを意義、主権者としての権利を行使し続ける限り、立憲主義を重んじ平和な世界を望み続ける限り、この国の権力者はこの国のデモクラシーを、私たちの自由を押さえつけることはできません。この法案を戦争法案と呼んでるんじゃありませんか。
そして徴兵制、今の戦争はハイテクで戦争するから、短期間のそういう自衛隊に入ってもらっても困る、そういう人たちはいらないと言います。だけど戦争はハイテク兵器だけでするんじゃありません。軍隊を維持するためにマンパワーは必要なんですよ。そんなこと素人だってわかる。そしてアメリカでは貧困から抜け出すために大学で借りた奨学金を返すためにやむを得ず軍隊に入る。そしてイラクやアフガニスタンに行って殺戮を重ねる。それを経済的徴兵制というんじゃありませんか。なんでそんなに審議が止まるのか。法案が憲法違反であり、全く整合が取れてないデタラメな法案だからであります。廃案しかありません。廃案に向けて皆さんこれからも頑張りましょう。安保法案は物理の性以外にありません。なりふり構わず強行採決をしてまいります。それを阻止できるのは我々です。我々の力を持ってこれを阻止しなければならない。こんなことをやったのはゾウとヒトラーだけです。だから今立ち上がらなければダメなんです。皆さん、公明党は憲法を大事にしてきた政党であります。小学会は立ち部と戦ってきた歴史があります。それを思い起こしてもらいたい。今この大事な時に何も無能ではないというのは卑怯です。沈黙は金ではありません。沈黙は瓦礫であります。皆さん、もしこの中に公明党の党員がいたならば聞いてもらいたい。今こそ地上を捨てて立ち上がって公明党の議員一人一人の胸ぐらをつかんで目を覚ませ、正気に帰れ。勇気を振り抜く心を鬼にして公明党よ目を覚ませ。そういうのが本当の意味での形は友情だと思います。日本を壊すことは絶対にできない。私も現在未来に責任を持つ現在に生きる人間として戦っていきたいと思っております。戦争という化け物とはもうさらばしようじゃありませんか。本当に東京こういう社会の第一に我々がいるんだと思います。皆さん頑張ろう。労働運動が動員した1960年の安保闘争とは異なって、国民一人一人が主権者として今声を上げなくてはと、みんな自発的自覚的に立ち上がっている。これは戦後かつてない新しい国民運動ではないでしょうか。この国民の声、国民の運動に私たち野党がしっかり応えなければなりません。国民の皆さんとの連携を強め、憲法違反の戦争法案必ず止めようじゃありませんか。3つの問題が浮かび上がってまいりました。第一に、皆さん、集団的自衛権何のために発動するのか、
この説明ができなくなっています。しかし戦争法案が通ったら断れなくなるでしょう。アメリカは無謀な戦争をやっても自衛隊が一緒にやることになるでしょう。こんな恐ろしいことは絶対に許す先に行かないじゃありませんか。第二、皆さん、武力の行使をしている米軍に対するいわゆる後方支援、兵団の問題です。これが歯止めがないんです。一旦自衛隊が武器の使用をやったら相手はもっと撃ってくるじゃないですか。戦闘になるじゃないですか。憲法違反の武力の行使そのものじゃありませんか。こんな法案、憲法9条の下で許されるわけがないじゃないですか。そして皆さん、第3に自衛隊の制服組のトップ、統合幕僚本部の幹部が2つの内文書、1回も国会に説明してないことを自衛隊は先取りしてやってる、国民を無視して戦争法案夏までに強行するなんてことを約束してるってのは言語道断ではありませんか。合憲会見からの論争はもう決着がついたのではないでしょうか。立憲主義と民主主義と平和主義を貫く新しい政治をみんなで作ろうじゃありませんか。頑張りましょう。改正憲法、旧正、守れ憲法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 、守れ。ファイヤー、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 ファイヤー。歩道だけは食べたことによろしくお願いします。エモに行こうよ、エモに行こうよ。